はい、ってことで今日のねブログチャレンジ宿題報告についてやっていきたいと思います。あなたはトリガー単語ってご存知ですか？え、何それっていう人もまあいると思うんですけど、そのトリガー単語について説明していきます。このトリガー単語が分かればですね、まあ文章で人に物を売ったりもそうだし、こう何かねこうやってプレゼンテーションをしたり誰かに話すときにもう影響力が何倍にもなるんですね。多くの人はこのトリガー単語というかこの単語の力っていうのがよく分かってない、そういうふうなところがあるんですよね。だからこの単語っていうのをしっかりと変えていくことであなたの影響力は何倍にもなる。その結果もちろんお客様っていうのの興味を引っ掛けてあなたのねあのお客様の視線をあなたに釘付けにさせたりあなたのしゃべりに、ね、お客さんの耳を固定したりすることができるんです。つまりあなたは二度と無視されることがなくなる。その結果話をもっともっと聞いてもらえてもっともっと説得できてもっともっとセールスできて、まあ、結果売り上げも何倍にもなってきます。なんで、まあ、容易にねお金資金を集めることができます。キャッシュもどん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 流れ込んでくる。その結果目標達成がねより短い時間で素早く達成することが可能になります。どん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 自分の欲しいものを手に入れていける、記録を更新できる、ノルマをどんどんこなしていけるっていうことですよね。タスクがどんどんなくなる、そんな人生が待っています。もちろんね自分の強い影響力を利用して自由っていうのを確保することもできます。自分がね好きなだけ寝たりもう本当にね朝の10時とかに起きて仕事をしたりだとかそういうふうなこともできますし、自分のね好きなタイミングで仕事をすることができる。変なね申し送りとかしょうもない会議とかね変なミーティングに巻き込まれることもなくなって、なんかね上司にね変な仕事を頼まれることもなくなって本当に自分の自由っていうのを確保していくことができる。誰にも支配されず 誰の支配にも屈することなく生きていくことが可能になります。まあ、ただこのトリガー単語に関して結構いろんな人が間違ったやり方でやってしまっている場合が多いですね。僕自身本当に何年も何年もこのライター業をやってるので、このねトリガー単語の間違いっていうのに気づかずに結構ホピーの反応が取れなかったりもう人に嫌われてしまったり、なんか批判を食らったりねそういうふうなこともあったので、本当にこの間違った使い方をすると逆に強力だからこそ迷惑をかけてしまって、人からねはぶられるっていうこともあります。なんで今日の動画をねきちんとチェックして僕自身の失敗とかねそういうふうな話もするので、あなた自身はその失敗を回避してもう誰にも嫌われることなく、なってほしいなってそんなふうに思うので、結構真剣にねこの話を最後まで聞いてください。これ絶対に初心者の人はね特にやってしまうと思うんで、チェックしてください。で今日どんな話をするかっていうと、まずジュニアコピーライター第15話の宿題報告します。でそれからトリガー単語の間違いですね。で最後にトリガー単語はどうやってじゃあ正しく使うのかっていう話についてね詳しく説明していきます。はい、ってことでまずじゃあトリガー単語って何なんですかっていう話だと思うんですよね。トリガー単語って何ですかっていうと、そのトリガー単語について説明する前にまずは書いてほしいんですけど、言葉は危険な武器、言葉は危険な武器で、言葉って本当に使い方で相手をネガティブにしたり逆にすごくポジティブにしてあげたり、すごく相手を癒してあげたり逆にすごく相手を傷つけたり、そういうふうなことが可能になるんですね。本当に言葉はこの武器だっていうことをね、してください。でこの武器とか、例えば包丁とか刃物ですよね、使い方によっては美味しい料理を作るいい道具になるし、使い方によっては何ですかねすごく人を傷つける、人のお腹にねブスッとこの包丁をね14センチの出刃包丁をブスッと刺せば、まあ、相当なダメージを与えられると思うんですよね。血がドクドク出て、で相手は再起不能になると思うんですけど、そうなんでこの言葉っていうのは強力な武器っていうことをね知ってほしいんです。で多くの人がこの言葉の力をなめてるんですね、この言葉の力っていうのをね研いでない、出刃包丁をキュッキュッキュッと研いだらこうよく刺さるじゃないですか。それと同じようにこう研いでないっていうことがあるんです。で松井さんそんなことありませんよ、私いい言葉使ってますよ、感謝ありがとうとかっていうね人もいると思うんですけど、そういう人でもね結構言葉についてやっぱり、相当なめてると私は思うんですね。もちろんあやう言葉っていうのはすごい大事なことで、ついてる嬉しい楽しい感謝しますありがとう、幸せだな許しますか、そうですね、幸せだな許します愛しますっていうね天国言葉とかってもあるし、それはすごいいい言葉なんですけども、例えばありがとうという一言を取ったとしても、嬉しいですとか、感謝しますとか感激しましたとか、
なんか感動しましたとか、本当親切ですねとか、優しいですねとか、もうなんか心に染みますとか、なんかいろんな言い回しがあると思うんですよね。ちょっとありがとうっていうのはボキャブラリー少ないのを選んじゃったなと思ったんですけども、まあ、本当にいろんな言い回し、言い方がある。で、どの単語を使うかによってやっぱりその場所その場所でこうパワーが違ってくると思うんですよね。そうで、前にも言ったんですけど、本当単語っていうのはそれそのものにパワーがあります。例えばね、椅子っていう言葉と何も感じないけど、キスっていう言葉になった瞬間にこうちょっとロマンチックな気分になるとかね、そういう話をしたと思うんですけど、この単語のパワーっていうのっていうものにまず意識をする。で、もう一つがこの単語のパワーを少しでも強力にしていく必要があるってことなんですね。そう、なぜならこの単語のパワーが本当にあなたの説得力とダイレクトにねこう関わってきているものなので、この言葉が強力になればなるほど売り上げが上がるって言っても本当に過言じゃないんですね。まあ、サクッと簡単な例を挙げてみると、私は昨日怪我させられましたっていうのと、私は昨日拷問されて右腕を粉砕骨折しましたっていうのではこう全然違うと思うんですね、聞いた感じが。もしかしたらこれね、同じことを言ってるかもしれない、両方とも右腕を粉砕骨折してるのかもしれないけども、昨日私は怪我させられましたっていうのと、昨日私は拷問され右腕を粉砕骨折しましたっていうのはやっぱ相当違うっていう感じなんですね。そう、なんでこのコピーライターっていう仕事だったり、まあ、セミナー講師っていう仕事だったり、もちろんコンサルタントカウンセラーもそうだと思うんですよね。人の心を扱う仕事をしている以上はですね、この強力な単語っていうのをどんどん集めていく必要があるし、より強力にするにはどんな表現があるのかなっていうのを常日頃から磨いていかないといけない。そう、この常日頃からバージョンアップして磨いていくっていうことが結構抜けてるなって思うんですよね。で、まあ、そんなパワーのある単語っていうのがいろいろあるわけなんですけども、その中で人の心の引き金をこうキュッキュッと引く、人の心の引き金を弾く単語のことを、トリガー単語って言います。で、このトリガー単語なんですけど、結構多くの人が勘違いしているんですよね。ほとんどの人はこのトリガー単語ってこうただなんかエッジが効いたというか、ただ過激で刺激的な言葉を使えばいいって結構勘違いしてるんですよね。でも実はこのトリガー単語ってすごい浅いもんじゃなくて、このトリガー単語って何かっていうと、相手の心の引き金を弾く単語なんですね。なんでお客さんが持ってる不合理な欲求とか深い悩みとか、恐怖とか、そういうふうな感情と結びついたそういうイメージを引き起こすための単語なんですね、詳しく言うと。なんでこのお客様の恐怖とか欲求にねこう、対応していないと意味がないってことなんですね。ただ単に過激に骨折とか激痛とかね、家族崩壊とか、交通事故とか犯罪とかね、殺人者とかね、そういうふうなことを並べればいいっていうもんではなくて、きっちりとね、そのお客さんの持ってる不合理な欲求とか不合理な恐怖に紐付けされている、しかも今みたいに強力なパワーのある単語である必要があるんですね、このトリガー単語っていうのは。なんでこのトリガー単語を発見するには、具体的には以下のステップを踏みます。ステップ1でお客さんの不合理な恐怖を書く。で、ステップ2でお客さんの不合理な欲求を書く。で、ステップ3でそれに紐付けされた単語をイメージするってことで、これがね今回ジュニアコピーライター第15話の宿題だったんですね。で、その宿題どういうふうなものを書いたんですかっていうと、この下のね、リンクにからブログに飛びますので、そのブログで私の考えたお客さんの不合理な10個の恐怖、そして10個の欲望、さらにそれに対する単語っていうのを書いてるんで、ぜひねこの下のブログチェックしてみてください。で、本当にね、そこにブログに書いてある単語を見ておーって思う人と、まあ、なんか、別にっていう人がいると思うんですよね。なぜなら言葉とか単語ってその人の世界観から作られるんですね。だからこの世界観の違いというか、相手が見込み客が持っている世界観っていうのを分かってないと、本当のトリガー単語っていうのが分からないんです。で、この世界観をね知るためにはどうすればいいかっていうと、この世界観を知るためにいろんな方法があります。で、この世界観を知るための方法を知りたい人は、ぜひね、下のコメント欄から世界観知りたいです、世界観知りたいですっていうねコメントを入力しておいてください。で、
まあ、最後になりますけど、このトリガー単語2点だけね、使うときに注意してほしいところがあるんですね。で、この使うときに注意してほしいことが何かっていうと、まあ、それに関してはこのブログに書いてあるので、下のリンクからブログに飛んでチェックしてみてください。